今更ロボット様のティーチングペンダント上で、まあ、制御できるような今回ソフトウェアを開発しました。でこちらの、まあ、画面に対して、まあまあ、デジ2の位置や速度といったものを指定して、まあ、デジ2を制御するというようなソフトウェアになっています。で先ほどもありましたが、まあ、ロボットとデジ2のプログラムはこのティーチングペンダント上で一つでできるので PLC 不要で制御することが可能となっています。ロボットの動作と、まあ、デジ2のお値板の回転の制御を、まあ、このティーチングペンダント上のみで、まあ、制御することが可能となっています。